2024年1月の1日、明けましておめでとうございます。今年最初の実況、おとなしの井戸、33の願い事っていうゲームをね、遊んでみようと思います。昭和64年8月12日、土曜日、井戸を見つけた夏休みの田舎頃、お盆を田舎のおじいちゃんの家で過ごすことになった。ああ、つまらない。積まれた宿題に目をつむって僕は村を歩いて回ることにした。世の中は絶超好景気だなんてニュースでは言っていた。村の若い人のほとんどは皆都会へ行ったらしい。日が暮れるまで歩き回ったが、やっぱり同年代の友達なんて一人も見つからなかった。帰ろう。おじいちゃんの家に帰ろうとした。その時、誰かに呼ばれるような声がした。おいで、おいで、お、手あげるから。声の聞こえる方向へ歩くと、そこには人気のないところに寂れた井戸があった。なんだこの井戸。でもこっから声が聞こえたような。なんだか不気味な井戸だな。でもこっから声が聞こえたし、ちょっとだけ近づいてみよう。井戸の声を聞く。聞いてみるか。どうしたの？浮かない顔をして何か悩んでいるようだね。僕の悩みを解決してあげようか。君の願いは何だい？怖いな。なんかね、これ正月なんか神社っぽいからこのゲームやってみようかなと思ったんだけど、ちょっと違うみたいな。ホラーゲームですね、もう。僕の願いはね、何になるんで、手伝いにご飯について真ん中なんだろう。勉強は大丈夫よ。やればやるほどね、身につくんで。手伝いに行ってやってみる。あとでおじいちゃんの畑の手伝いをしなさいってお母さんに言われたんだよね。あー、めんどくさいな。畑仕事の手伝いしなくていいようなにならないかな。これを集めてくれれば願いを叶えてあげるよ。なんだ3つのやつ。集められるもの、ちょっと初見なんでね、集めるものおすすめ自社アプリ、右上は多分設定ですよね。サウンドはオンしときますか。このぐらいでいいですよね、音量。あまり上げちゃうと怖くなっちゃうし。ノート、これ結構昔のゲームなんですよね。グローバルギア様のゲーム、なんか1月1日やってみたいなと思ってね、やってるんですけど。あ、なんかどんどん解決していくみたいな感じか。ハマっちゃったらどうしよう、このゲーム。なんか面白そうだぞ。なんか今のところ。怪奇現象。あ、なるほどね。怪奇がいろいろあるってことか。出てくるんでしょうね、怪奇が。これ1月1日に、なんか音してない。あ、あげるか。なんか音がしてる。大丈夫かな、これ。地図は？いろんなところに行けるようになるのか。田んぼと、廃校舎ですね。こういうシリーズまた作ってほしいですね。なんか人形が戻ってくるやつになんか似てるようだけど、明かりをつけろ？どうやってつけるんだ？下？あ、ついた。なんか拾えるのかな？あ、ここでアイテム手に入るんだ。なるほど。この、なんていうんだろう、CM も気になりますけどね。可愛い女の子が出てきた。あ、タップしたらどんどん手に入る。やったゲットゲット。あ、こっちはあの、藁人形。わら人形か。なんか井戸って神社とかにあるイメージありません？なんかこの景色がね、なんかそれっぽかった。あ、手袋か。これはまだ使わないやつ。かかしが破れていってんだけど。ちょっとやってみるか。破れた手袋。これまた時間が経ったら回復するみたいな感じですね。あ、もう探せないってことか。1分で回復しますよ、かかしとかは。だからタップで時間を進める。おお、すごいすごい。回復するんだ、こうやってタップしたら。お、明かりをつけてまた。で、こうやってやって回収するってことが。これはでも、え？皆さん壊れました、スマホが。え、これ何？回帰か。ちょっとどうすればいいの、これ。動かないんだけど。いや、壊れました、本当に。え、逆にするってこと、スマホ。え、ちょっと止ま、びっくりした。回帰現象が発生しました。鏡の世界。イヤホンでやってるからね、びっくりしよう。あ、何これ、タップできるよね。これか、
これこれ。この2つはちょっと取っとかないといけない。あ、柏にはいいかな。よし、じゃあちょっと地図で他のところ行ってみるか。廃校舎、ノートとかあるのかな。これっぽくないですよね。叩いて壊す。2分もかかるのかこれ。はい、拾う。黒塗りの教科書。時計とかは何？真ん中だけ取れるの？なんでこんなに取れるんだろう。これがもう怪奇なんですけど。時計の針、壊れて止まっていた時計の針。あと1個なんか取れそうだな。机か？机からなんかノートみたいなのが出てきた。これまた今後使うんだろうな。ほこりまみれだって。できれば夜投稿したかったな、これ。もう朝一番にね、これ投稿しようと思ってるんだけど、1月1日。もう今年もね、よろしくお願いしますね、2024年。もう後から見てくれてる人もいるかもしれませんけど。私ね、あれなんですよね。なんか昔のゲームでも自分がやりたいなって思ったゲームをね、こんな感じにね、投稿していくと思います、今後も。あれ？ああ、全部やらないとダメなのか、これ、時間を進めるのは。で、そっちの方が楽しいんですよ。こうやって楽しく自分ゲームして、なんかどういうゲームをやったかっていう、なんか日記帳みたいな感じで YouTube 使ってるんで。だからこういう感じになると思いますね。なんかいろんな人が見てくれる動画をね、作るのもいいんですけど、もうバランスよくやっていこうと思います、今年は。自分のやりたいゲームと、みんな、何？話してたのにせっかく。まあでも、え？本当に止まっちゃったよ、白い感じでね。あとなんか別ジャンルとかね、ゲーム以外にもいろいろチャンネル作ってみようかなと思ってるんですよね。なんか株とかね。なんか電気こう、あなたの心臓が停止する。やばいじゃん、今の。撮ってる間とか。大丈夫か、これ。これでなんか集まりましたね。で、戻って、あと残りを集めてくるか。怪奇が怖いから逃げよう。田んぼ行こう。ちょっと待って。寒気がした。寒気がしたと、なんだこれ。すべての場所には、稀に村人が出現する。話しかけることで、ストーリーに関わるヒントや情報が得られるかもしれない。じゃあ、ちょっと。いや、私が見えるんですか？見えます。今もう、この右側のアイコン変わりましたよ。時代は変化しましたよ。ここは直しておかないと。これ、ツイッターでしょ。今ね、X になってますからね。ちょっと、X に飛ばされました。まあ、いいや。この人はちょっと放置で。で、あとこっちか。ちょっとまずはこの、集めて渡したらどうなるのかっていうのが気になりますけど。持ち物ってなんだこれ。あ、今持ってるものか。じゃあ、地図で戻って渡すか。いや、私の願い事はね、今年はどうするかっていうのが本当に気になるんですよね。だから、それをちょっと教えてもらいたいっていう意味もあって、このゲームをやってみたんですけど。お願いしたものを持ってきたかい。はい。投げれてみる。え？どうやって投げれるの？自分で投げれるのか。なんか目玉みたいなのが見えたよ、右。それでは願いを叶えてあげる。宝くじが当たりますように。関係ないけど、このゲームと。手伝いに、少年が家に帰り着くと、おじいちゃんが困った顔をしていた。どうしたの？と、少年が問いかけると。畑の近くで熊が出たらしい。今、漁師のみんなが追い払ってくれたおるが、なんかトラブルが起きちゃったよ。おじいちゃんの手伝いたくないって言って、おじいちゃんが困ってる。これしばらくは危ないから畑に近づくんじゃないぞ。そうなんだ、分かったよ。本当に畑仕事を手伝わなくてよかった。いや、まあ畑仕事手伝わなくてよかったのはいいんですけど、祖父が困ってますよね。これはあかんな。わざわざやる必要なかったな。井戸にお願いしたことが現実に起こったのだ。偶然だよね。田舎だし、よくあることなんだろう。いや、でも、これが井戸にお願いした結果なら。半信半疑のまま井戸のところへ向かった。熊が操られてたのかな？井戸を見つけた。大将、勘。おー、マジか。こんな感じで続いていくんだね、第二章とか。偶然か奇跡か。どうだい？願い事は叶っただろう？井戸はさも自信ありに問いかけてきた。面白半分で井戸にお願いしたことが本当に起こった。それは事実だ。しかし少年はこれが井戸にお願いしたから叶ったとは到底思えなかった。
あんなのただの偶然だろ。たまたまだよ。おや、まだ疑ってるのかい。君が納得するまで何度でも願いを叶えてあげるよ。じゃあ宝くじ当たりますように。わあ、無理なのかな。さあ次の願いを言ってごらん。しかしもし本当にこの井戸が願いを叶えたいなら、そう考えてしまった少年はお願いを我慢することができなかった。あと恋人が欲しいです。ちょっと自分の欲ばっかり言ってるけど、まあ正月なんでね。何、診療所へ行けるようになった。ちょっと井戸の声聞いてみるか。こうやってどんどん行けるようになるってことか。やばい、これ面白いぞ普通に。またなんか聞こえてくる。怪奇も集めたりとかするんだと思うけど、まいったな。続きが気になっちゃうな。これパート1でやめて、気になる方はなんかダウンロードインストールして各自で遊んでみてくださいの感じで終わろうかと思ったんですけどね。グローバルギア様のゲームどんどんやっていきます。これどうしたの。浮かない顔をして何か悩んでるようだね。僕の悩みを解決してあげようか。君の願いは何だい。目が出てる。目覚めが、頭が、足の傷が。でもね、私ね、どうなんだろう、目覚めかな。やっぱり朝ね、起きるの辛いんですよ。冬は特に動かないんです。起きた後30分間出れない。でも頭が痛くなる時もあるんですよ。上か真ん中どっちなんですか。どっちかなんですけど、いや目覚めかな、いや頭かな、いや頭にするか。これ両方は無理だからな。この村に来るまで頭が痛くなることなんてなかったのに、ここに来てからずっと頭が痛いんだよね。この頭痛をなくしてくれないかな。これを集めてくれば願いを叶えてあげるよ。いや、これはすぐ集めていきたいですね。手袋はもう持ってるような気がする。ノートも、あと右のところがまだですね。真ん中は持ってた、左はあれか。だから今だったらダメなんだよね。今はどうしたの、願いを取り消したいのか。あ、それもできるの。ちょ、目がいっぱい出てきたんだけど、これ取り消したらどうなるのかっていうのやってみるか。お願いを取り消すんだね。分かったよ。また願いしたくなったらいつでも いいにおいで。変えれるってことこれ。だから集められないやつだったらこうやって変えるってことかな。目覚めにしてみる、気になるし。最近朝起きるのが辛いんだけど、なんでだろう。この村に来るまではそんなことなかったんだけど、どうにかならないかな。難しいのが出てきた。時計の針は持ってるけど、右2つは、これはちょっときつすぎるぞ。さっきの方が良かったぞ。これまた戻したらかも。これ同じだよ、もうさっきと同じじゃねえか。心臓が止まるやつでしょ。早くして。もう大丈夫だから、これはもうビビらないよ。これはちょっと動かないって。この空白期間の実況どうするの。私のトーク力じゃ持たないよ。ね、大手の人だったら持つかもしれないけど、そこの練習もしろってことかな。取り消して頭に戻しておきます。素材変わるのかな。これ同じだけど、はい、簡単なの選べばいいってことですね。あ、戻りました。よかったよかった。じゃあちょっと新しいところ見てみますか。新マップ、これ下とかに行くんだ。わー、いっぱいある。神社もある。トンネルっていうのが気になる。墓地は行きたくねえな。なんだこれ。あ、服が出てきた。これ、あ、服すぐ手に入りますね。ここくたびれた白衣だって。右はこれがノートか、あの銃のやつか。手袋はあっちにあるからね。カルテなんだこれ。出たな。なるほど。だんだん回復するのが遅くなるみたいな感じですね。なんかあと4分待つみたいな感じで、これタップしたら早くなりますけど、これ CM 見たらなんか、あ、この時はまだないんですね。 CM を見たら一気に回復するような機能、昔のゲームなんで。今だったらだいたい CM を見て時間を進めますかとか多分あると思いますね。あとカプセルとか、いろいろなんか進化していったんですね、このグローバルギア様のゲーム。そういう歴史もわかりますよ。よし、カルテは集まったか。じゃあちょっと戻るか。
やばい、終われないんだけど、これ。面白くて。面白いっていうか、まだ君いたの？私が見えるんですかって。ずっといるじゃないか。かかしだったよね。よーし。よし、これで手に入ったぞ。全部集まった。井戸へ持っていこう。井戸の声を聞く。さあ、持ってきました。はい。ただこれ後半になるほどこの素材集めが大変になっちゃうから実況的には大変ですよね。最初はサクサクできてますけど、回復待ってからやらないといけないから。頭が。少年は井戸から家に帰る途中、誰も住んでいない放置された古屋敷の前に通っていた。少年、立派な家なのになんで誰も住んでないんだろう。ふと少年が屋敷を見上げながらそう嘆くと、後ろから小さな男の子の声で、みんな一緒にいるよ。少年は後ろを振り向いたが、そこには誰もいなかった。空耳かな。少年が立ち去ろうとした時、お兄ちゃん、一緒に遊ぼうよ。今度は小さな女の子だ。それもはっきりと聞こえた。今後もいなかったら、そう考えると怖くなり、少年は振り向かずに、お兄ちゃんは今忙しいからごめんねと冷や汗をかきながら家に向かって走り出した。そっか、じゃあまた今度ね。なんかみんな声が同じになっちゃって、声吹き替え。私この辺の練習をしないといけないな。そっか、じゃあまた今度ね。どこか寂しそうな声が聞こえた気がした。家に着くと、不思議なことにずっと続いていた妙な頭痛が収まっていたのに気づいた。他のやつも見たかったですよね。他も同じなんですかね、これ多分。多分同じだろうな。これで目覚めが治ったみたいな。はいはい、広告飛ばそう。いろんな広告が流れてきちゃうから。終わりの始まり。どうした？どうだい？少しは信じてくれたかい？僕は村の人たちからこんなところに閉じ込められてしまって。友達がいないから君が喜んでくれると嬉しいよ。これ今渡してからこの井戸の中の人が封印が解かれるみたいな感じになっちゃうのかな。最後は気になりますよこれ。ふーん、それって僕と友達になりたいの？君がそう願うなら。井戸はギタギタと笑うような声で言った。なんだよそれ、変なやつ。でも僕のことは村の人には秘密にしてないとダメだよ。秘密にしてくれないと願い事が叶えられないんだ。なんか村の人たちはこの井戸の謎をね、知ってる人がいそうですよね。大人はなんか封印してるのかも。なぜ秘密にしなければならないのか。バレたらもう行っちゃダメとかそういうのになっちゃうからか。一瞬疑問に思ったが、そんなことは少年にはどうでもよかった。約束するよ。それより次のお願い事なんだけどさ、実は古屋敷へ行けるようになった。あ、さっきのところか。どんどん続いていく、これ。ちょっと聞いてみるか。ちょっと、集めるところまで行こう。古屋敷に行ったらもうこの実況今回終わろう。多分、続き気になる方はね、各自ダウンロードインストールして遊んでみてくださいね。どうしたの？置かない顔をして、何か悩んでるようだね。僕の悩みを解決してあげようか。いや、楽しい。ほんと楽しい、このゲーム。やってよかった、マジで。ホタルを好きな子が。一番下は、なんで選べないのこれ。何か情報、これ2周目があるってことかな。なんで選べない理由が分かんないんですけど、これなんかやっていってたら分かるようになるんですかね。じゃあ好きな子にしてみる。学校に好きな子がいるんだ。でもその子付き合ってる人いるみたいやし。あ、そうなんだ。どうしたらいいか分からなくって、その子ともっと仲良くなりたいけど無理かな。なんか怖いよ、こけし人形みたいなのが出てきた。なんかまあちょっと移動してみるか。ボロボロの日本人形だって。これ全部古屋敷にあるのかな。あ、一番左はもう前のところにあったやつか。ハサミとかもある。こうやってタップしたらね、どこにあるのかっていうのが分かりますからね。 CM だ。音量ね、めちゃめちゃ上げるとこんな感じなんですよ。私の声がちっちゃくなっちゃったかもしれない。で、診療所の下に古屋敷。
次飾ってます。ちょっとうるさくてすいません。音楽こんな感じなんですよ。こんな感じの中私はやってたんですよ。子供から目を離してはなりませんよ。でまたこうやってタップして手に入れていくみたいな感じです。ではご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。気になる方はね、ダウンロード、インストールして遊んでみてください。